おはようございます。ルミナスタジオのバーチャルビデオ屋さん、テルナリコーヨーです。お久しぶりですね。ただいまから久しぶりの超アドリブ北海道が始まります。と、一人新年会やるんでね、再び早雲峡へ、向かわせていただきます。その間のね、俺のアドリブ技の動画をご覧ください。今ね、買い足ししたてのところです。いやー、実は言うとね、1月の激務がたたって、なんとうつ病を患ってしまったんですね、私。で、今だいぶ回復した状態で、この超アドリブ北海道を収録してるんで、今は大丈夫だったんですけども、これを収録した時はね、本当にやばかった。収録ができなかったレベルですもん。なので、この超アドリブ北海道はこの1ヶ月経って今やってます。詳しい体験談はね、ノートで、書きますんでね、皆さんもあまり無理はなさらないように気をつけてください。俺もね、1ヶ月半経ってようやくここまで回復しましたんで、なのでみんなも気をつけてね。さてさて、高速道路に入ったはいいんですけども、雲行きが怪しいな。やばいよ、これ。だってさ、あの向こう、もう、ねえ、何も、もう見えないもん、何にも。何にも見えないもん。見て、50メートル先がよく見えないんだよ。もう終わってんじゃん、これ。やめてくれよ。これ絶対どっかで通行止めになってんじゃん。いや、もうね、見たんだ。この先、通行止めだわ。うん。ああ、まあ、そうなるわな。ここで出よって書いてあったわ。ああ、じゃあどうしよう。江別西だよね。江別西だから、確か国道12号線からもちょっと遠いんだよね。ちょっとね、道がよくわからなくなるから、とりあえず、12号線に出て、で、12号線を通って、この通行止め範囲以外のところに行こう。それで行くよ。それで行こう。ただね、すごいね、この雪。やばくない？わー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 、すごい雪だわ。とりあえずなんとかね、国道12号線に出ていきましょう。多分ね、車がここ通ってるから、多分ここが10、この先行けば12号線なんじゃないのかな、多分。俺江別のことよくわかんないからさ、札幌市民だし。多分、大丈夫。わあ、何にも見えねえ。50メートルどころか25メートル先も見えないんじゃないのか、これ。なんかさ、シンボルみたいなものがあればさ、ここ江別だってわかるんだけどさ、何にもないじゃん。とりあえず左曲がろう。右曲がるのはあるからね。あ、もう止まるだけでさ、もうフロントガラスが雪だめ、雪まみれなんだよな。ひえー、圧倒的ホワイトアウト。ちなみに、当時、うつ病が発覚した時だったんですけども、この時、よく俺、こんなところを運転できたなって思います。うわぁ。まさらながらやべえな、この雪。だってさ、北海道あるあるなんですけども、路肩がわからないんですよ。真っ白で。本当に真横がよくわかんないの。あ、でもあの橋見たことある。いや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 、とりあえず12号線に出ることはできたんですけども、さっきも言った通り、この路肩
と、あとは遠赤が全然わからなくて、本当にね、ライトもつけてるんですよ、これ今。ライトもつけてるのに、このありさま、全然わからない。奥が見えないんだもの。とりあえずここが12号線ということだけはわかるんだけど、本当に何も見えない。やべえわ。どうすんだよ、これ。いやー、危ないんだけど、なんかね、この辺り、ほら、青山とかさ、山田電機が見えたでしょ？つまりここは岩見沢なんだよ。ね、岩見沢といえば、皆さん、岩見沢って北海道屈指の豪雪地帯とも言われてます。見てください、この左の、ね、歩道のところ。これ札幌でもそうそうないですよ。札幌でもそうそうないぐらいの雪の積もり方。だいたい、2メートル弱、割るぐらいはありそうですよね。ええ、怖いね。まだにずっと雪は降り続ける。した。とりあえず、ビバイまで、たら、ビバイだよね。ビバイなんだね。そう。ビバイまで行ったらなんとか、雪が止んでいるらしいし、高速道路にも乗れるんで、そこまで頑張りましょう。なんとかして頑張る。ひえー、まだまだ雪が続いてますよ。とりあえず、今のところ封鎖区間は岩見沢とビバイインターチェンジまでらしいんで、ビバイインターからは高速に乗ることができるはずです。さっきも言ったな。いや、でもこれ本当に止むの？止むのかな？いやー、どうだろう。着いたところで高速延長、封鎖延長なんとかないよね。よし！ビバイですね。じゃあ、ここ右回れば OK ですね。ちょうどね、いい感じにね、雪も止んできて、いやー、助かったわ。ああ、これなら多分入れそうですね。ほら、この右の道路。間違いなくね、ビバイから札幌へ行こうとしている車がね、降ろされた後だと思いますよ。ああ、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 大型車いっぱいだよ。辛いもんだね。通行止めは。よし、休憩でございます。とりあえず、まだ予算を、ね、持ってなかったんで、この盛況で、引き出しをしてまいりました。東京スター銀行の ATM だったんです。俺知らなかったんですよ。スター銀行って地方銀行の ATM 手数料かかんないんですね。俺の口座、地方銀行なんですけども、その俺がなんか手数料110円もかかんなくて。いや、助かりましたね。小銭だけど。さあ、今度こそ高速道路に入るぞ。いやー、また相当時間かかったな。5時間コースなんじゃない？これまた。まあでも、買い物はしっかりしたんで、もう最初からやってるんで、旭川に行く必要はないですね。なので、そのまま直行して、切符へ向かいましょう。うん、もうこっからはね、オートドライブ。オートドライブで十分よ。俺の車の、まあ、ワゴン R なんですけども、オートドライブは、速度をキープするタイプのものなんで、まあ、完全なオートドライブではないんですけどもね。まあ、当然か。まだそんなもんねえもんな。まあでも、高速をずっとキープし続けてくれるんで、足は疲れなくていいもんですよ。で、先ほどね、今回泊まる予定のホテルからディナーの方式の変更の連絡があったんですよ。でどうやら、宿泊人数が30人ぐらいしかいないらしくて、ビュッフェじゃなくて懐石料理になるみたいです。もう久しぶりの懐石料理じゃないですか。俺ね、コース料理は一回しか食ったことないんですよ。解析は、確か、ないぐらいかな。
インタビュー。あ、それなんですけども、1月忙しすぎて、有給取るタイミングがなかったんですよ。で、冬キャンプ、どうしよう。しかも本当だったら、帯広の、スノーピークのキャンプフィールドで泊まる予定だったんですけども、それがちょっと、コロナで封鎖されちゃ、封鎖っていうか、休養しちゃってね、ダメでした。子作りって、なわけねえじゃん。ま、でも、まあ、俺たちと、俺とアンジェリカとアルマって、ね、ね、一つ繋がってるっていう設定だから、別に子作りなわけない。まあ、アルマは元人間だけど、まあ、俺らも言ってしまえば、ね、シャボン玉だけど元人間よ。そうじゃん。ね。あ、そう。だから俺ね、もうカメラ注文すること決めたんですよ。ブラックマジックポケットシネマカメラ 6K。と、ポケットシネマカメラの上位モデルを、調達しようと思ったわけよ。なので、次の動画楽しみにしててください。用意したから。この超アドリブインタビューさ、やめよう、もう。さ、リップインターが来たんで、こっからは、上川門別自動車道か、に、入ります。こっから、ここまで来たらね、もう、総運挙はあと少しですよ。まあ、あと少しっていうのがね、北海道民、道民に、とってはね、50キロぐらいっていうのもあるんですけどもね。まあ、40キロかな、残り。ここまで来たらね、もう、まあ、どこも迷うことはない。降りて即、ね、上川町なんだから。相変わらず高えな。あと、ここはあんまり通る、車そんなに通んないから、ね、後ろのことはあんまり気にしなくていいんですよ。本道だね。一本っていうか、一車線しかないけど。さあ、最初から最後までもう天気が悪い。青空が出てねえわ。札幌しか青空なかったんじゃねえのかっていうぐらい。で、もうすでに上川町に着いて、あとこのまままっすぐ行けば層雲峡なんですけども、この層雲峡って上川町でしか買えない日本酒があるんですよ。今ね、この右側にある、上川大雪酒造っていうところの緑球蔵っていうところがあるんですけども、それの上川町限定のお酒があるんです。これはね、後ほどご案内いたします。さあ、見えてきたぞ。柱状節理だ。ねえ、社会科。地理で学んだでしょ？もうそれが見えてきたら、層雲峡です。まだまだ、もうちょっと先なんだけどね。温泉街は。でももう、ここまで来ればね、ゴール。はい、長かったね。高速道路がね、通行止めじゃなければもっと早く着いていたんだけども。雪が降ってる。大丈夫なのかな？実は言うと、キャンプができなかった代わりにルミナスダイヤシリーズ2を、層雲峡会にする予定だったんですよ。ただ、これ、雪降ってたらさ、どういう風に編集しよう。アルマに雪を被せるってどうやってたのかな？できるのかな？やったことないからわかんない。やったことないからわかんないんだよね。それも含めてもう実験、ルミナスダイヤリーシリーズで実験作をやるレベルですよ、もう。一周でどうにかなんのかなぁ。あればいいんだけど。あと少しです。この坂を登れば、はい、今回の宿泊先のホテル。はい、層雲峡徴用亭です。4回目ですね。もうリピーターですよ、リピーター。いや、ここいいホテルなんだ。マジで。
さあ、到着いたしました。ホテルで、まずはここで一泊です。でね、この後一緒にね、ホテルレポもやりますからご安心ください。で、先ほど言った、層雲峡でしか買えないお酒の話は、このホテルレポで、ホテルレポとルミナッタヤリシリーズ取り扱います。でね、奥にね、あるでしょ ?M1 Mac ですよ。あまりにも、M1 MacBook Air か。あまりにも軽すぎてね、本当にね、この資材の持ち出しがね、簡単になった。助かるわー、ほんと。では、次回、カメラのお話か、ホテルレポの話か、どっちかわかんないけど、じゃあの、